寄り添うもの。俺が住んでる田舎にはちょっと変わった風習があって、8月1日から5日のうちで、雨が降っていない日の夜の8時から11時の間に、13歳の子供が一人ずつ神主に付き添われて、神社から山の中にある御神木にお札を納めに行くっていう風習なんだけど、当然俺が13歳の時にもそれをやった。自分は8月の後半の生まれだったから、俺の時は中学のクラスメイトが12人、一つ下の学年から8人の、計20人が参加してた。夜中に神社に集められて呼ばれた順にお札を納めに行って、終わったらそのまま親と一緒に帰るっていう段取りだった。山の中って言っても、ほとんど神社の敷地内っていうくらいの距離だったし、道もしっかり舗装されてたから一人当たり5分程度しかかからないし、トントン拍子で進んでった。でも8番目に呼ばれたクラスメイトの A は、帰らずに神主に残るように言われた。その後13番目に呼ばれた一つ下の B も残るように言われて、16人目でやっと俺が呼ばれた。とっとと終わらせて帰りたかったんで、呼ばれたらすぐに神主のところに行って、お札を渡されて神主について歩いてすぐに御神木までたどり着いたんだけど、俺はお札を納めれずに立ち止まってしまった。単刀直入に言うと、いた。一目見て幽霊だと思った。御神木の下に髪の長い女性が二人、両方とも巫女服を着てて、片方は包帯みたいなもので両目を隠して、もう片方は木彫りのお面みたいなものをかぶっていた。ご丁寧に両方とも半透明で、おでこの左側から突起物が生えてた。二人が一度俺の方を見てお互いに顔を見合わせてうなずき合ったかと思うと、包帯で目隠しをしている方が俺に近づいてきた。神主さんの方を見ても何も言わず、黙ってじっと見守ってるだけだった。幽霊の方に視線を戻すと、幽霊が両手を伸ばして俺の両方に手を添えてきた。触れられたって感触はなかったけど、触れられてる部分はめっちゃ冷たかった。ただ、この時なぜか直前まで感じてた幽霊に対する恐怖はなくなった。安心して、覚えていて、41まで、ありがとう、ごめんね。幽霊が言った。声が聞こえたわけでも唇の動きから分かったわけでもないけど、そう言ったのが分かった。その直後に幽霊は姿を消した。神主さんの方を見たら、神主さんがうなずいてた。そのまま神主さんがお札を納めるように言ったのでその通りにして神社に戻った。その後、俺も帰らずに残るように言われた。多分 A と B も俺と同じものを見たんだと思って A に話しかけた。もしかしてお前も見たの？ A は俺の言葉にバッと顔を上げて。うん、怖かった。って言った。ああ、うん、俺も最初は怖かったけど、途中からなんか怖くなくなったわ。近づいてきた時よく見たらすごく綺麗な髪だったし。そうちょっとおちゃらけて返したら A がびっくりしたような顔をして。え？私の時は近づいてこなかったけど。なんてことを言った。もしかして違うものを見たのかと思って、お面の巫女と包帯の巫女を見たんじゃないのかと聞いたら。私の時はお面の巫女さんだけだった。おでこの左側に角が生えてる巫女さん。そう説明してくれた。なんか変だなと思って B にも聞こうとしたら、神主さんに呼ばれた。20人全員終わったらしい。ちなみに残ってたのは俺と A と B とそれぞれの両親だけだった。そんで神主さんが俺の両親に、息子さんは巫女様に気に入られました。と言ってから詳しいことを話し始めた。神主さんの話を要約すると、あの幽霊は土地の守り神みたいなもので悪いものではない。その姿から巫女様や鬼神様と呼ばれているらしい。由来は不明。記録によれば江戸時代の頃にはすでに守り神として祀られていたそうだ。江戸時代の頃には巫女様は4人いたが、現在は2人しかいない。巫女様は全員何らかの形で目を隠している。理由は不明。
教のことはこの土地の子供に巫女様に挨拶させるためのもので、巫女様は挨拶に来た子供を事故などから守ってくれるそうだ。巫女様が姿を現すのは7月後半から8月中盤の間だけ。なぜ13歳かは不明。昔からそう定められていた。時々巫女様の姿を見ることができる子供がいる。なぜ見えるのかは不明。親兄弟でも見える見えないがある。実際に俺の父と兄は見えなかった。さらにはどの巫女様が見えるかも人によって違う。見える子供の中で巫女様に非常に気に入られる子供が稀にいるらしく、巫女様はその子の魂に寄り添う。つまりは守護霊みたいなものになり、その子が死ぬと巫女様も一緒に成仏するのか、寄り添った巫女様は戻っては来ないそうな。巫女様が寄り添っている限り、事故や病気で死ぬことはまずないし、悪霊なども寄りつかない。ただし巫女様に寄り添われた者は短命になる。俺が聞いた巫女様の言葉の意味は詳しくはわからない。ただ、四十一ってのはおそらく数え年のこと。その年になったら何か起こる。多分死ぬ。俺に寄り添った巫女様はいなくなるから、残りの巫女様は一人ということになる。巫女様に寄り添われた俺はあまり長期間この土地を離れてはいけないそうだ。かっこ一週間程度の旅行とかなら問題ない。以上が俺が子供の頃に体験した不思議な話。ただ、年末に兄夫婦が帰ってきた時、5歳になる甥っ子が俺の部屋で、角の生えた幽霊を見たとか言い出した。もしかしたらこの子があのお面の巫女様に気に入られたりするのかね。それ、なんてらのべだよ。羨ましい。いや、巫女服ってのでだいぶ印象づいてるが、多分実際は全然燃えないものかと。特徴的に人外の霊、通過鬼だよね、この巫女様っての。俺にはこの巫女様ってのが悪いものではないってのが到底信じれないんだが。由来が不明だから対処の仕方もわからんし、何気にヤバくないかこの話。それでこの人は41歳まであと何年あるのだろうか。個人的にはこの話、疲れた人間が死んでも巫女様は帰ってこないってのが気になるな。本当に成仏してついた人間とイチャイチャチュッチュするならいいんだけど、そうじゃなかったら土地神として崇められてるようなレベルの霊が祀られず野放しになるわけで。今年で27だよ。数え年だと28だから、あと13年。だから2028年に41になる。老いが見えてるっぽいことを神主さんに言ったら、俺に寄り添ってる状態なら幽霊が見える人なら見えるってさ。そもそも兄夫婦は別のところで暮らしてるから関係ないんだけどね。虫と男。この間、居酒屋で会社の同僚数人と飲んでたんだよ。掘りごたつ式になった座敷があって、ついたてで他のグループと仕切りされているようなところだ。時間は9時頃で、それまで生ビールを大ジョッキ3杯にあとチューハイをかなり飲んでたから、もしかしたら酔っ払って幻覚を見たのかもしれない。そこはあらかじめ断っておく。トイレに行こうとして通路で靴を履いた時に、俺らの右隣でついたて越しに飲んでた奴らの様子がたまたま目に入ったんだが、なんか違和感がある。なんだろうと思ってよく目を凝らしてみたら、テーブルの端に一人だけ色の濃い人がいる。そいつだけ周りの人よりくっきりはっきりしてて浮かび上がって見えるんだな。画像の加工をやったことがある人ならわかるかもしれないけど、その人物の輪郭を指定して彩度を上げてシャープをかけたような具合。そいつは多分50代くらいの男性で、染めたと思われる黒々した髪を真ん中分けして、最近は全く見なくなった黒縁のメガネをかけている。服装はかなりくたびれてシワの寄った濃紺のスーツ上下で、これも今どき見ない黒の腕抜きを両腕につけてるんだ。バラエティのギャグシーンに出てくる田舎の分校の先生、といえばガテンガイクだろうか。それから奇妙なことに、男の左の手のひらに若いし、懐髪が乗っていて、さらにその上で何か妙なものが動いている。
15センチくらいの長さのミミズ。それも白っぽいカブトムシの幼虫のような色のミミズが数匹のたくっていて、それを右手の箸でつまんでは、隣の40過ぎくらいの茶色の背広の、カッパハゲのサラリーマンの襟首から背中に落としている。そんなことをされたらたまらないと思うが、サラリーマンはされるがままで、その男の行為自体気がついていないように見える。俺は1分ばかりもその様子をあっけに取られて見ていたが、そのうち虫を入れている男と目が合った。すると男は箸を置いて人差し指を口の前に当てて、俺に向かって黙ってろのポーズ。それで罰が悪くなって俺はトイレに行ったが、戻ってきてみると男はいなくなっていた。そのグループのテーブルを見ても、男のいた場所に料理の皿はなかったから、マジにさっきのを本当に見たのか自分でも怪しくなってきた。俺らはその後二次会でカラオケに行き、それでも終電に間に合うように11時過ぎには解散して、俺はみんなと別れて最寄りの駅に行った。この界隈は飲み屋が多いんで、こんな時間でも乗客はそこそこいたが、電車を待ってると、ホームのすぐ近くで騒ぎがあった。サラリーマンらしい男3人がもつれ合っているが、どうやら2人で1人の上着を引っ張っているようだ。よく見ると、さっき居酒屋で隣にいたグループに似ている。上着を引っ張られているのは、変な男に背中に虫を入れられていた男じゃないか。ハゲ具合がそっくりだ。と思っているうちに快速電車がホームに走り込んできて、上着を引っ張られていた男は全身の力を込めて両腕をぶん回し、二人の男を振り切って、その電車に飛び込んだ。祖父の訴え。うちの仏までは時々誰もいないのに、チーン、と、お輪の音がする時があるんだ。しばらくご飯を備えるのを忘れてたり、おかんが落ち込んでる時など状況は様々。こないだ、夕飯が焼き魚だったんだけど、仏間の戸を開けっぱなしにしてて、家族揃ってさあ食べようって時に仏間から、いつものチーンどころか、誰にでも聞こえるくらい思いっきり、カッキーン、と、お輪を打ち鳴らす音が。実は、去年亡くなった祖父は大の魚嫌いで、焼き魚なんてしようものなら一週間くらい。匂う。まだ匂うぞ。と、執念深く言い続けるくらいの嫌いようだった。仏間を開けっぱなしにしたから匂いがいっちゃったんだね。と、祖母も親も怖がるどころか大爆笑。じいさん、死んでからも魚が嫌いなんかい。